ございます。ペイです。今は水曜日の夕方で5時前になりました。今からナギを動物病院に迎えに行くところです。ちょっとね、連絡とかはないんで大丈夫だと思うんですけども、まあ、ちょっと顔を見るまではやっぱりちょっと心配、ずっと日中は心配でしょうがなかったですね。じゃあ今から迎えに行ってきます。じゃあ迎えに行きます。帰ってきました、あの関節、心配してた股関節はあのすごく綺麗で、肘もすごく綺麗だそうで、問題全くないっていうことで、本当ちょっとホッとしましたね。まあ、去勢はね、傷口がちょっと痛々しいですけど、無事帰ってきてくれたんで良かったです。ちょっと疲れてるね。帰ろ、帰ろな、帰ろ、帰ろ、帰り。ねえな。いいよ、それで。しばらくな。また信頼関係気づくのにしばらくかかるわ。ちょっとね。めっちゃ掘っていかれたってなったんやな。置いていかれたってなったんやなと思って。帰ろ、帰ってな、ちょっと寝よう。一緒帰ろうな。結構元気やな、こんなん。あんまり動けねえな。今、ナギお迎えが終わって、ちょっと家族でホッとしてるんですけど、あの特にカラーをするとか、あとあのこの首の周りにつけるとか、はないみたいですね。で、薬も抗生物質とかもらうのかなと思ったんですけど、それもないっていう風に言われたんです。あ、そうですかって言って帰ってきたんですけどね。まあ糸は消える、あの溶けていく糸らしくて、抜歯の必要はないんで、まあ、後でちょっともらった紙、注意事項書いてある紙を読んで、まあ、それに沿って、回復を待つっていう感じになるんでしょうね。1週間経って病院に行くとかそういうこともないみたいなんで、何かあったら連絡してくださいとしか言われなかったんですけどね。で、ナギはやっぱり病院に置いていったんで、すごい今はちょっと私たちの顔、2人の顔見てもちょっと不安そうな顔してますね。やっぱり仕方ないですね。しばらくは関係回
改善に努めないとダメですね。まあでもホッとしましたね、母ちゃん無事帰ってきてくれて、ね、結構元気でなんかもっと麻酔な言って、そう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 、なんか歩いたりできないかなと思ったんですけど、本当に仙台犬がね結構麻酔とかきつく効いてたのか、ちょっとね結構ね回復するのが遅かったんで、やっぱりそれでかなり心配したというか、もうフラフラな状態でね迎えることになるだろうなと思ってたんですけど、全然凪は普通に歩いてましたね。びっくりしましたけど、まあよかったです。ご心配おかけしました、本当に。私たちがもうすぐもうわーわーってなるばっかりにすいません。大丈夫でした。とりあえず様子見ます。してるやな、やっぱぼーっとしてるやん、うん、そうせやな、うん、あそこではすごいこう気丈に、ね、うん、しっかり帰ってきてちょっとぼーっとして、うん、なんかぼーっとしだしたな、うん、もうちょっと寝たらいいよな、寝れたら寝たらいいよな、ちょっとね、うん、だからご飯食べされたらな、うん、ちょっと食べたらいいな、うん、お腹減ったな、女性の手術と股関節の検査が終わった次の日です。まあ散歩とかはね普通にしてもらったらいいですっていう風に言われてるんで、まああんまりね長くするとかそういうこともしないですけど、で芝生の上もね本当はあんまり歩かせたくないんですけども、やっぱここの上の方がおしっことうんちはしやすいみたいなんで、おしっことうんちだけしたら大きな影のある下が、まあ、コンクリートのところに行こうかなと思います。でそこでねちょっと散歩をして、でまあ、早めにもう帰ろうと思います。
おはようございます、ペイです。今日は金曜日です。天気は曇ったり雨降ったりちょっと晴れたりと全部ミックスされたような天気です。ナギは術後水木金3日、まあ2日かな、木金なんで2日ですね、2日なんですけど、まあ、体はねもう元気ですね。ただちょっともう絆創膏とかは取れちゃったんで、でもまあそのまま放っててもいいっていうことだったので、まあ何か特に病院に行くっていうこともせずに、で傷口もね、あのまあお見せはできないですけど、あの綺麗に塞がってきてますし、まあ凪の気持ちなんですけど、最初のねなんかお迎えに行った時はちょっとやっぱりねすごい顔してましたね。なんか、ちょっと、やっぱり怖い思いをしたんだなっていうのはね分かるような顔してました。でしばらくね触らんといてっていう感じだったんですけど、まあでもその夜にはね、夕方にお迎えに行ったんですけど、夜にはもう普通に戻ってましたね。なんかやっぱ優しい子だなと思います。なんかもう、で今日はね散歩を少し、あの昨日よりは長めにしようかなと思うんですけど、涼しいんでちょうどまあ曇ったり雨降ったりって、まあ、ちょうどいい天気だったなと思うんですけど、涼しいんでちょっとまあ昨日よりはちょっと長めに、でもまあロングリードで走らせたり草むらに行かしたりっていうんじゃなくて、まあこういうコンクリートのところ、今日はちょっと暑くないんでこういうところで散歩したいと思います。それじゃあ行ってきます。今回のナギの去勢の手術と股関節の検査に対して私たち夫婦がちょっとね緊張しすぎてしまって、あのとってもお見苦しいところをお見せしたんですけれども、そんな私たちに対してね皆さんから温かいコメントをいただいたりね、コメントをいただいてなくてもすごく心配くださった方もねたくさんおられたと思いますんでね、本当にありがとうございました。まあ終わってしまうとね何かそんなに大騒ぎすることもなかったなっていうのは思うんですけども、やっぱりこういつもナギと一緒にいるんで自分の手元からナギを離すっていうことがねすごく恐ろしく感じました。まあそれでね帰ってきた時もちょっとナギがやっぱり怯えてて、なんか申し訳ないことをしたなってすごくやっぱり思いましたね。でもこの選択がねこの先に良かったなと思えればいいなって本当に思います。まあこれはね時間が経たないとわからないことですけどね、まあ信じた道をしっかりと家族で進んでいきたいと思います。最後にねもう一度皆さんからねいただいた温かい気持ちに対して本当にありがとうございました。ネギもねハイパウ本当にありがとうございました。それでは次は来週月曜日ですね、よろしくお願いします。